ーまで来ましたね。コントロールいっぱいな。あ、でしょうね。もうここはもうそうですよね。豊川稲荷と、サムです。で、赤塚山公園、これちょっと遠いか。あー、JFI 動物農場とかあるんだ。へぇー。祝日年末年始はダメだね。というか、稲荷さんの家庭もね、ありますし、稲荷さんですけど、境内にあるんでね、お寺っていう。あとはあれですね、日本一古い、ポストが、実は郵便ポストが、ね、有名なところですね。ちなみに、名鉄はね、豊川稲荷駅で来てるようになってますけど、あっ、こっち稲荷号が来ましたね。だいぶ続いてますね。うん、コンパートもいいですよね。さあ、ね、飯田線がというか終わりで名鉄線が停車以内なんでね、離れてる駅名が違うんでね、離れてるんかなって感じですけど、もうすぐ待たないですからね。ここはもう全然もう目が離れてる普通に乗り換えるんですかね。さあ、トイレ帰りましょう。こんな感じでね、豊川まではギリギリ入ってますからね。それで、IC でね、行きますよと。と、500ぐらい行きました。さあ、豊川稲荷で、もうここから3本速なんですけど、もう暗いからね、今から豊川稲荷行ってもね、ちょっと知らないところがあるから。今回全然本当沿線観光は何もできてない比較的にどうなんだって気がします。あちらにこんな感じね、これ分かりやすい、ね、豊橋駅はこの先にあって、キューッとこうやってね、豊川にちょうど名鉄やとこのコーンまで行ってこうなりますんでね、こうだけ、ね、ちょっとねやっぱ離れますからね。でここからはね、豊川からはね、次のところね、ストーンと来ますからね。今のところ、名鉄よりも JR の方の世界って何の企画なのか分かりにくいですからね。で、こっから名鉄はこっちでいいんやな。よっしゃ。駅前はミニストップなんや。ほんと目の鼻なんですよ。豊川稲荷ですね。で、とりあえず38分発の攻撃止まっちゃった方がいいか。この駅にも入れておくんですね。これはなんだ、有料の駐輪所か。こんな感じ風に感じてんだ。面白いね。そうですね、ここに自転車が止まってますもんね。で38分、あ、5分ぐらいちょうどいい。豊川稲荷駅取った今日で。駅前がね、ちょっとお店もある感じでいいですよね。で、というかね、まだこれから先やるんでね、だから、中華料理食ってくても手やけど、ちょっと先急ぎましょうか。もうすぐ出ますもんね。さあ。さあ、ぶち通れて。これが豊川稲荷駅ね、一面二線になってますね。まあ穏やかな駅ですよね。行ってきますよね。はい、ターミナル。だいぶ暗くなったな。やっぱり冬場になると早いな。なんかここはあれですね、やっぱり、向こう側の先の方なんですね。下とだいぶね、なんていうの、北半島の方を見るとちょっと構造が違うっていうのが面白いですね。で、次が38分。ここ。面白いですね。KO とか言いますからね。ですから、アルファベット表記で言うと、ついというのも短いですもん。KO です。ここに映せばいいと。
KO ですもんね。確かにロックアウト最初で怖いですけど、これはなんでこんな、この板は何なんだろう、よく分からない。電車のコースは何が少ないから、ね、気をつけないといけませんからね。2番線に停車中の電車は普通高速、ご案内いたします、高行き普通列車です。何番線行きゃいいの？2番線か。だいぶ向こうや。こっちの3線ってもう2分ぐらい来るんだよな。ちょっと急いでますけどね。これも53分。あ、ちなみにどこ行くか行ってなかったね。次は佐奈ですね。なんでね、福岡に乗り換えたら、豊橋からやってくる電車に乗るわけですけど、あ、向こうか。さっきね、豊橋駅をちらっと見てきたときにみんな分かってますよ。そうです、この電車。もう豊橋で、パンパンに埋まるんで。確かにね、まあ20分ぐらい距離ですけどね、使っちゃいますよ、この自動車で。ヌーケットも買っちゃいました、途中でね。いや、便利ですよ、ネット予約はね、行く途中で買えますからね。さあ、ってことで、1号車って取ってあるからね、こっちで良さそうですね。いや、で、今度は向こう向こうで、稲行きね、こう、稲。KO ニナっていう、ね、比較的否定的な名前が続くところですけど、まあまあ席はまあまあ立ち客もまあまあいますよね。たぶん快適な旅になるんじゃないかな。ありがとうございました。